どうも、サヌイです。サヌイです。アイドルになりたくてたくさん動画を見てるんですけども、はい、今回はですね、はい、トレジャーのハローを見ていこうと思います。おー、行きましょう。はい、ミュージックビデオがね出てるということで、うん、今回は、普段は12人で活動をしてて、ただまあちょっといろいろなんかメンバー個人であって、まあ、10人体制に今はなってるんですけどね、まあ、そうやって12人から今10人になってるということで、まあ、2人になってたパートっていうのが多分それぞれでやるところも多分あったりとか、ダンスのセンターが変わってたりとかもすると思うので、まあ、新しい曲ではあるんですけど、まあ、そこはどう変わったのか、新しいトレジャーが見れるっていうのもあるかなっていう、そうだね、新体制でのトレジャーの踊り方、歌い方っていうのをまた注目できたらなと、はい、思いますので、早速見ていきましょ う, ましょう。はい、はいはい、では見ていこうと思います。いきましょう。レッツゴー、レッツゴー。おー、ハローね、めっちゃ字でかく、オブジェになってる。回ってるね、回ってるね、回ってるね。最初のトレジャー、すごい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 。回ってて、誰誰だ、センター、誰が始まる。朝日くんじゃない。あ、本当だ。あ、そうだ。おー、かっこいい、かっこよ。メッシュやね。おぉ、顎のラインがリーダー、いいね。おぉ、ゲームセンターかな。ジャムだ、はい、はいはいはい。メインボーカルここで持ってきたんだ。まあ確かにね、早め、うん、サビというよりかはね。おぉ、髪切ってない、まあ、ゆるふわ系やったけどな。あ、YG っぽい、このタンタンタン、いいね、タンタン、どんどんテンポ上がっていく感じね。おー、かわいいやん。キュートな感じ。いいね。Hello。 おー、わー、パーティーチューン。そうね、意外とやっぱ、こういう感じやね、YG は。うん。結構ダンスってよりかは結構キャッチーに踊れる感じやね。うん、ノリノリで。確かに。お、ハルト。うわ、ウルフかっこよ。いやー、セクシー。おぉ、ヒョンシ、かっこいいラップ。いやぁ、これこそ YG ラップよ。おぉ、ヨシくんじゃん。今回は白なんだな、髪はね。あーにゃん。おぉ、これずっとラップメンバーだけやね。そう、2番ね。おぉ。ラップだけでするのはすごいわ。いいね。もう彼氏ショット。いいな。いろんなハローだ。そうね、こんにちは、待った。イェイ。イェイ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 。楽しいな。ダンスもちょっとノリっぽい感じだね。うん、ああ、流行りそう。いいね。おぉ、いいね。いいね。ここはボーカルメンバーが。いいね。来るよ、なんか来る気がする。来るぞ。おー、おー、おー、花火花火。いいねいいね、パーティーやな、パーティー。おう、うん、ねえ、ここもいいノリやな。ここもう体乗っちゃう。いいね。Hello, hello, hello やね。おー、あ、セカンドミニアルバムか。そう。イェーイ。アニョンってめちゃめちゃ。アニョンだった？うん、言ってたよ。Hello, ラップ、hello. あ、ほんと？ラップのところが、アニョン。3人続けてやった。はいはい。ちょっと、聞けてなかった俺は。いいっすね。派手やったね。うん、ミュージックビデオの感じとかも。そうね。最初の始まり的に、うん、まあ、結構優しい曲調でそのまま行ってっていう感じがしたんだけど、うん、やっぱりその YG らしさを貫き、はいはいはい、最後はパーティーっぽくなる感じが、うん、そうだね、今回のハローはしたかもね。そうだね、うん、今までもボーイとかも結構ゴリゴリの YG のかっこいい系で来てたけど、そう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 、これもなんだろう、 YG っぽさの曲はめっちゃあるんだけど、うん、ダンスとかはもうノリでみんなが楽しく聴けて踊れてみたいな感じのコンセプトかなって思った。なんか俺の印象的には、はい、トレジャー自体は、
まあ、YG の中でも結構ダンスが結構そのなんか人数が多い分作るメンバーというかグループかな、うん、グループっていうのがその俺の中には印象があったから、うん、その中でも結構ハローはキャッチーな踊り、はいはいはい、ノリに近いところは今回は結構感じたね。感じたね、うん、一番は結構ボーカルメンバーだけで、うん、もう頭から構成されてみたいな感じだったけど、2番でサビ以外をラッパーが担当しててみたいな。本当よ。ないよね。絶対やっぱ1人ラッパー挟んで歌挟んでサビ、うん、もう一回ラップ来てボーカル来てサビみたいな構成が一般的な感じはするんだけど、まあ、無難だよね、うん、でも今回本当に二分割されてるみたいな感じの雰囲気があったから、うんうん、確かに、うん、2番は2番でノリノリになれるラップの乗り方ができるような曲だったから、うん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 、結構一曲の中でギャップがあって楽しかったなって。そうね、うん、でやっぱボーカルイエダム君がいなくて、まあ、イエダム君多分メインボーカルのポジションだったんだけど、うんうんうん、やっぱ人数も多いし層もあるからボーカルの、うん、そうね、まあ、ジョン君が絶対サビ担当してるわけじゃなかったし、うん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 、その他のやっぱ声に特徴がある子が多いから YG のボーカル、うんうんうん、色も違うし、うん、だから誰がどこ来ても面白い曲にもなるし、そうだね、うん、雰囲気が出やすいなって思ったから、うん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 、さすがだなって思ったトレジャーの。それぞれいい個性持ってるから、うん、まあどっちにも輝くし、はいはい、みんな輝いて、うん、もう本当に宝石だよ。宝石、宝石だよ。宝箱から生まれたグループって感じで。本、う、当、ん、ね、うん。まあ今までのタイトル曲とは違ったところで言うと、はい、なんだろうな、ダンスパート、はいはいはい、っていうのがはっきりは見えなかった今回のミュージックビデオで、うんうん。やっぱ最後の音サビっていうのはあったんだけど。結構そのみんなが楽しんでる様子っていうのが多かったから、ね、うん、まあ、ちょっとそこはダンスプラクティスとかパフォーマンスで確認はしたくて、うん、めっちゃ楽しみなところではあるね、うん、なんかダンスパートになりうるかもしれない、いや本当にところだからね、うん、そうそうそう、これ楽しみだ。そうだよね、うんうん、あとこの今回のアルバムの中でも、うん、まあ、ユニットとかあったんだよ僕が見た感じだと。あ、その曲のリストの中に、はいはい、はい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 、それでもなんかティザーでこの曲が出る前にティザーがあったんだけど、うん、あったね、全部ミュージックビデオがあるみたいな感じだったんだよ。本当、うん、少しだけどそれが見れたんだけど、うんうんうん、それが公開されるかちょっと分からなくて、ああ、もうその時だけの、うん、トレーラーだけの映像だったかもしれないし、うん、だからもし出るのであれば次、まあ、確かにね、そこも全部見ていきたいから、うんうん、ユニットが出てるから、そうそうそう、そこも楽しみだし、うん、特に日本人メンバーのユニットが多いのよ、うん、ハルト君は多分2曲とも参加してて、はい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 、で他まあ朝日君とハルト君がやってる1曲だったりとか、うん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 、もう1個のやつはそれこそラップのヒョンシク君とハルト君とヨシ君の3人でやってるラップのやつもあるから、うんうん、あったらマジで見たい。そうね、うん、そこまで準備してくれたら、うんうん、めっちゃ見たいね、見たいね、うん、まあ、それとこのミュージックビデオは、うん、結構ツメに向けたちょっと可愛いポイントっていうのがちょくちょく見えたかもしれない、はいはいはい、なんか結構ソーンハートをカメラ本当に、ね、カメラ目線でやったりとか、うん、それこそハルト君のなんかパンケーキあげるシーンみたいな、はいはいはい、なんか彼氏ショットみたいなのも多くて、うん、まあ、多分ツメは結構ね射抜かれてる感じが、うん、ときめいてるよ、ね、うん、絶対そうだなっていう、そこを狙ってきてる、うん、ね、トレジャーもいるだろうし、アイドルらしさがすごく見れたミュージックビデオ、ね、うん、本当にゴリゴリにかっこいいだけじゃなくて、うん、まあ、そういうちょっとお茶目な可愛い部分も見せれるトレジャーでした、うん、今回は、うん、まあ、トレジャーも日本でデビューして、うん、これからライブツアーがあるのかな、まあ、俺も行きたいんだけどね、ツアーにね、まあ、ぜひね、日程とかがやっぱ行きたいんだけど、うん、追っていけたらなっていうふうに思うので、そうですね、はい、まあ、ぜひチャンネル登録の方お願いいたします。はい、ツメの方一緒にトレジャーを見ましょう、見ましょう、はい、はいはい、今回はトレジャーのハローのミュージックビデオのリアクション動画でした。以上、サヌイでした。